原稿？何それ？いいからあんたも作れ。時に追い込まれた漫画、なんとか間に合った。今私たちは臨海学校に来ています。いただきます。明後日から私臨海学校だよ。泳いだり虫取ったりキャンプファイヤーするんだよ。海に社員旅行だなんて初めてですね。これですか？ああ、ここに来た本当の目的、それは不審者。気になってしまって。やはり可愛いものですから。か、あの、私って本当に可愛いですか？って、あれ？よし、これを姫が取れそうなところへ。芝で女児がこんなの捕獲したらニュースになるわ。他が心配だ。不審者。可愛いもので。二度も言わないでください。無理ですみません。何、私の息子金玉スマスのパイよ。姫ちゃん、お米研ぐの手伝って。はーい。音こするみたいに。ママに教わらなかったの？そっか、やってみる。不審者？考えてないんじゃなくて、あえて考えないようにしているんじゃないかって気がします。母親のことだったり俺の仕事のことだったり、あえて考えないようにして。テレビもゲームもネットもない。わあ、大屈。私なんてトイレに置いてあったジャンプを100回は読んでるよ。もう限界だ、退屈で死ぬ。何やってるの？漫画描いてるんだよ。本格的な辛さだったって。ああ。やっぱカレーはお父さんのが一番美味しいよ。はーい、働くお父さん。なんすかこれ？今日お父さんに。もう少し可愛く描けなかったのか？そこですか。やっぱりどう描いても本人の可愛さには勝てないな。変態。ああ、やはり可愛い。絵にも描けない可愛さだ。このお面なんですけど。全部ください。少し待ってて先生。何？公安警察です。なんだこのビニール袋に入った大量の白い粉は。女性用のタイツか？高強盗するためにか？そんなものが日本刀まで。これで官邸を襲撃か。もはや言い逃れはできまい。国家転覆でも目論んでるのか。自首します。逮捕してください。私がやりました。まあ私物ですけど。父の隠し事が隠し事であることをこの鎌倉で知って、私は気づきました。多分知るのが怖かったんだと思います。箱の中に箱がありました。